はい、どうもピーちゃんと申します。皆さんプラスクエストやってますでしょうか。ということはね、今日はね、年始に友達とご飯食べ行った時に、その友達もね、スマホでリアタイというか、あのスマホでプロスティやってたので、ちょっとスマホでリアタイ勝負しようっていうことになって、これルーム戦でもうほら設定ももうめちゃくちゃなんですよ。移行してすぐリアタイしようってなったので、今日はねちょっと、私ピーちゃんのスマホでの久々のリアタイの、動画になっております。でもね、もうあんまり長くないです。この動画多分短いと思います。1試合しかしてなかったので、まあね、ちょっとそこをねみんなと一緒に見ていきましょう。で、友達が使ってたのは有原さんでしたね。あのユニフォームもね、これちょっとすいません、統一になってて、はい、これナイスバッティング、これうまいよね。やっぱスマホの指で車の中でしててもやっぱあのバッティングできるのはさすが。でちょっとねユニフォームが分かりづらいんですけど、そこはちょっと申し訳ないです。でこう、あのこのサークルチェンジとかもうマジ全部ツーシームに見えて、もうあのタイミングで振ってしまってました。やっぱね、画面がちっちゃいっていうのと、やっぱ指なんで、なんかあんまり狙ったところにやっぱ持っていけてなかったっすね。それはそうよ、だってね、今も何年間も iPad 使ってて、あーでもこういうのうまいよね、このバッティングとか。やっぱね、もう何年間も iPad 使ってて、やっぱそれに慣れちゃったので、もう指でリアタイのツーシームなんてほぼほぼ打てないなって思って、そう、これもそうなんですよ、やっぱ振っちゃうんですよね、どうしても。もうツーシームに見えてしゃあなかったっす、これは。でこういうのもう流しとかはできるんですよね。なんかもうそこはなんかもう感覚というか、もうとりあえず感度さえ合えばもうあとタイミングなので、やっぱああいう流し打ちはやっぱスマホの指ね、1年半ぶりとかでもやっぱできるんよね。でもこんなんも打てません、こんなツーシームビタビタは。ででもこれは打てたんですよ。でこれなんで超えたかって、もうミートをガバガバ外れとったのに、やっぱもう バースのミートのデカさ、バースのミートのデカさで、持っていったレフトオーバーで、ここでギータ、そう、ここセンターに打っちゃうんですよね。あれちょっと難しかったな、やっぱね、スマホ指でなんかコメントとかでね、5割超えましたとか6割いけましたっていう人マジで、尊敬します。本当にすごい。で吉野さん、もうこういうのもね、まあ自分のこれ友達なんですけど、多分あれ振ってくれてるんで、あれでカウント取りに来てるんですよ。でももうさすがに俺もね、そんなあれを何回も振るようなあの太刀じゃないんで、まあそこは2球見逃して詰まってライトフライで、ここでもう翔平、大谷くんのホークスのユニフォームの姿とか初めて見たな俺。似合わんな、やっぱ大谷くんはエンジェルスかファイターズでしょ。で、あ、この通信はカーソル合ってますね。まあ、だけあれが入ってきたら多分次仕留めると思います。でも入ってくるからな、この外角のストレートなんかマジで手出なかったです。反応もできてないです、あれで。ここでまた作中なんですよね。もうね、俺の友達はね、せこいです。はい、もう一回カウント取れると思ったらそれで攻める、まあセオリーっちゃセオリーなんですけど、これ友達なんでね、友達相手にそんなことします、普通。まあでもいいでしょう、久々に会った友達なんでね、そのぐらいは。これも流したかったけど超える、あれもね流しとったら 100% ホームランなんですよ。でもセンターに打つことによってホームランができないんですよね。やっぱもう外角は流す、インコースは引っ張る、真ん中は、センター方向と。でここで友達たまらずピッチャー交代、誰が来たっけな、なんか左ピッチャーやったような気する、あ、宮西さんか。もう指の宮西さんとか、俺これどうだったか覚えてないんですけど、どうやん、俺打ったんかな、これ打ててないと思うな。もうか、もうそうそうそう、もう考えただけでわかる、強い。はい、ということで、ピッチャースは指でもちょっとやれる。